はい。えー、ついてグラフィーデータ行きたいと思います。今回はですね、こうした、えー、ボールが来てですね、えー、こういった物体に当たるといったところをやりたいと思います。まあ、ちょっとグラフィーデータね、あの、しつこいぐらいにやっちゃうんですけども、ここでしっかりとね、学んでいただくと、後々のこう、モーショングラフィックの方で、まあ、こう動かしたりとかするときに便利なので、ここでちょっとしっかりと習得していてくださいね。まず、はい、ボールが当たって、これビクともしない分ですね。すごいですね、全くビクともしない。 なんかバリアみたいなの払えてるのかわかんないんですけど、確実に動かないという。まあこれちょっとおかしいんですけども。はい、じゃあ次に、えちょっと揺れるやりましょうか。はい、揺れですね。はい、こっちの方なんですけども。はい、こんなような形で。揺れはね、ここの回転で作ります。こんな感じの回転で作るんですが、一番やりやすいのがウィグラーかな。はい、ちょうどボールが当たりますようの、ここですね。ここのところで、ウィンドウからウィグラー。 で、ウェグラーをかけるんですけども、えー、まずは回転で、ここでボールが当たりましたよと。そして、ここに、はい、ボールが当たった後の範囲ですね。ここで A と B で入れます。で、ここでこうなった時に、えー、ちょっとウェグラーをかけたいと思うので、ここの周波数は30にして8とかけます。そうすると、よいしょ。1、2、3、4みたいな形で、ウェグラーがこの間できましたね。 まあ、どっちかって言ったらまだビクともしない方ですね。こんな感じで演出することができます。まあ、これちょっとウィグラーもですね、ここで見てみるとわかるんですが、こういう風になってますね。ちょっと全体表示しましょう。はい。なんで、ここ例えばいじりたい場合ですね、ウィグラーやった場合でもいろいろとこういじれることができますから、まあ、この辺の値とか、あの、うまく強弱をつけてあげたいだとか、ベジェでこういう風にやってあげると、まあ、うまく、 こう、振動っていうのをうまく演出できるんじゃないかなというふうに思います。で、次なんですけども、えー、倒れるやり方やりたいと思います。倒れるのはですね、こう A から B でココーンと倒れていきます。これだとですね、あの、あっという間に倒れてしまうんですけども、ここからどう調整するかをちょっと解説したいと思います。はい、こうしてですね、倒していくんですけども、ポイントとしてはですね、まあ、倒れるところで、うまくこう、対空時間っていうのを演出する必要がありますね。これだと、 こういった当たってから、これの動き、ここの間、こことここの間が、なんかぎゅーっと普通にリニアでいっていて、ここからスパーンと落ちてるんですけども、このリニアのところですね、これをどう調整するかが大きなポイントになります。で、ここでグラフエディターを使えますね。はい、今こういう風うな形で、リニアになってます。で、え、基本的には、これはですね、よいしょ、値グラフです。値グラフでやってみますが、まずベジェに変換。で、 ここですね。こんな感じにしましょうか。最初に反動がガンと来るから、エネルギーが最初に来ますから、一番最初、カットいきますよね。ここが、えー、早くいきます。そして、こっちもベジェにしまして、これをですね、できるだけ平坦に持っていくと、この対空時間がポイントなのかなと。ここね、この、できるだけこの対空時間がここで対空してる時間になります。じゃあ、ちょっとこれで見てみましょう。 はい。こんな感じですね。体空時間、体育時間みたいな形で、まあこの辺はもうどんどん調整してまた構わないんですが、はい。それで微調整すると、こんなような形で、まあゆっくりこの体空時間ですね、こう、ここが横になってるんで、こう、倒れるか倒れないかみたいな感じで、 ーンと倒れることができますここが大きなポイントになっていますね。で最後の方も倒れ方がカクーンと来てますんでこんなような形に切り替えてあげるとカコッと。 で、これ、あの、ちょっと参照グラフで両方見てみたいと思うんですが、まあ、こちらの方はですね、つまり回転のまあ値が変わってきますよ。そして、こっちの速度グラフの方は、徐々に回転がなくなってなくなって、最後回転で倒れますみたいな形になります。これね、2つあるんですけど、今回やっぱりね、値グラフの方が使いやすい。 多分あの、いろいろと人によってですね、分かりやすい、分かりにくい、あると思うので、まあ、皆さんが使いやすい方を選んでいただいてですね、あの、チャレンジしていただきたいな、というふうに思いますね。動画制作もやってるよ。